エルサルバドル戦の視聴率、やばいことになってしまう。フジテレビが15日、日本がエルサルバドルに6対0で圧勝したキリンチャレンジ杯を生放送し、平均世帯視聴率が午後6時50分から20分間が 4.7%、同7時10分から119分間が 9.6%、平均個人視聴率は午後6時50分から20分間が 2.8%、同7時10分から119分間が 6.0%、だったことが16日、ビデオリサーチの調べで分かった。1桁、この視聴率の低さは衝撃だわ。これはひどい、わらわら、得点と変わらん、わら。開始3分でレッドで2対0だもんな。前半途中で見るのやめたわ。日本人はワールドカップしか興味ない。そうだろうね。実はネーションズリーグも空席があったんだ。スペイン対イタリア、オランダでやったが。反対にメッシのアルヘンは北京で OG とやって満員だったけど。個人視聴率 6% がなんで 9.6% になんの？勝って当たり前の親善とかもう興味ねえわ。